ミアはいつ目を覚ますの？残念だけど、それは誰にもわからないんだ。中には目を覚まさない人もいる。そっか。いいか、お前はまだ子供だ。そんなの関係ない。継承者になってミアを守るんだ。だってミアが目を覚ました時にこの世界がなくなってたら困るでしょ。ミア、そろそろ起きたかな。元気にしてるといいな。僕も頑張るから。早く元気になってね。いや、本当に良かった。無事に目が覚めて、それにいっぱい仲間ができたみたいで安心したよ。全部ニコラのおかげ。あなたがそばにいてくれたから、ここで戦い続けてくれたから、今の私がいる。あなたは守ってくれた。私を守り、私を強くしてくれた。この上、何を望めばいいの？いや、カルンシュタイン、あなたはナイトになったのよ。誰よりも立派で素敵な騎士様、大好きよ。うん僕もミアが大好き。
ミア。ニコラ。ずいぶん大きくなったのね。姿はこのままか。でもこっちの方が強いよ。あなたたちにどう感謝したらいいのか。なのに人に与えられるものを持ち合わせていないのね。私は何かお礼をしたいけど、こんな姿じゃ。欲を言えば一緒に来てくれと頼みたいところだが、ようやく本当の家族と再会できたんだ。邪魔するわけにはいかないだろ。それでいいよな。行っちゃったね。うん。私は。あのね、ニコラ。他の継承者も、あなたのように、必死に自分自身と戦っているのかもしれない。ここで、立ち止まるわけにはいかない。そう思うんだ。行ってらっしゃい。ニコラ。僕は大丈夫。みんなからたくさんの元気をもらったから。ここでいい子に留守番してる。お姉ちゃん、行ってくるね。メンテナンス頼めるか。こりゃまた使い込んできたね。了解、任せといて。何かあったの？なぜだ？みんないい顔してるじゃん。ミアなんて特にさ。ああ。まあな。女、どうしてここに。お願い、ジャックを、ジャックを助けて。暴走しかけてる。奥に運ぼう。まずは治療が先だ。気分はどうだ？ごめんなさい、急に押しかけてしまって。一体何があったの？大聖堂の地下に地下洞窟があるのは知ってる。そこで何者かに襲われて、ジャックがおとりになって私を。大丈夫？襲われたって、そんなところで何をしてたんだ？私たちの目的は継承者と侵害の維持。
継承者の暴走は今に始まったことじゃない。誰かが継承者を監視し、暴走の兆候があればいち早くそれを止める必要があった。継承者はいわば侵害を抑え込む器、壊れた器は取り替えるしかない。だからハンターをしていたのはそのためか。あらゆる可能性を模索したけど、他に方法はなかったの。この使命を果たすためには。でもそれで許されることではないのも分かってる。私が消える時まで、この罪と共に。だから私は胸に刻む。自らの思いのために侵害を守ってくれた彼ら、彼らの願い。そんな簡単に見つかるものなのか、代わりの器というのは。そのために私たちのような監視を任務とする継承者がいるの。お前たちも継承者だったのか。ジャックの力で暴走の兆候を見張り、次の継承者が見つかるまでは私が仮初めの器となる。私の歌には暴走を一時的に抑える力があるから。仮初めの器。あれはそういうことだったのか。地下洞窟にいたのも、その先の棺に眠る継承者の状態を確認しに行くためだった。こんなこと頼めた義理じゃないのは分かってる。でも お前はここで休んでいろ。ジャックは必ず助け出す。最後に一つだけ教えてくれ。その先に眠る継承者の正体をお前は知っているのか。あなたたちも名前くらいは聞いたことがあるかもしれない。レヴナントの研究に携わり、クイーン計画に深く関わった男。重曹ミド。ミドだと知ってるの？すみません、少しだけいいでしょうか。あなたにお伝えしたいことがあるのです。レダという女性をご存知ですか。私にとてもよく似た人がいたと聞きました。いつの間にか姿を消し、代わりに一つの血液が残されていたそうです。何か意味があるのではないかと、ルイが私に持ってきてくれました。彼女が何者なのかは分かりません。だからこそ知りたいのです。この血液に刻まれた記憶をお願いできますか。継承者様。誰？私はレダ。あなたを支え、あなたに寄り添う侵害の伴侶。そう。でもごめんなさい。中に入れるわけにはいかないの。問題はありません。こちらでおそばにいます。それなら私の話し相手になってもらえる。この
の女、ハンターなのか。どうしてこんなところに。レーダどこに行っていたの。ご安心を。侵入者は排除しました。灰となれば復活することもありません。そんな、追い返すだけでも十分じゃない。何もそこまで。確実な排除が私の使命。継承者様に危険が及ぶ前に。六害の継承者として命じます。今すぐハンターをやめるのよ。いえ、私は私のやるべきことをやるのです。レーダー、侵入者を排除してきました。継承者様、どうやら私はもう私ではいられなくなるのだった。今までありがとうと。レダ、心残りがあるとすればあなたを一人残していくこと。とてもかわいそうなあなた。言っている意味がわかりません。私はやるべきことをやっています。継承者様のためにやるべきこと。侵害の伴侶、継承者に寄り添い見届ける者、私があなたに寄り添う者であるように、彼女もまた同じ使命を持つ存在だったのですね。あの方は聖域の守護者。レダは間違いなくやるべきことを成し遂げました。そう、成し遂げたというのに何なのでしょうか、この気持ちは。どこか虚しくも思えるのです。使命にのみ生き続けたレダのこと。私は知りたいです。私たちがなすべきことが本当に正しいことなのか、何をなすために生まれてきたのか。あなたと行動を共にすれば、今回のようにその手がかりが見つかるかもしれません。私のお願いはやるべきことではないのかもしれません。それでも私は、私をどうこうさせていただけませんか。本当ですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。